ちは。お久しぶりです。初めての方もいらっしゃると思います。ありがとうございます。今日はあの3月1日一番忙しい時ですね。大体もう3月になると年度末で車を運ぶしかね。で天気心配でしたけどどうですか。今分かりました。大丈夫ですか。まあ、皆さんのところだけですね。我々ではなくてね、来る時大変ですもんね。来る時ね大変ですよね。昨年あのこういう形であの自分の作った物語大正ロマン中野ペラメラ物語と、東北の英雄のアテリーさんですねの話をですね音楽物語していたんですが、それをこうなんとか定着皆さんにもっともっとしていただけて結構活性化というかね、あの震災以降あるいはその前の、まあ、この間劇作家協会に行ったらあのサリン事件とか阪神・淡路とかからも絶対そういう芸能の作品とかが何の意味があるんだろうみたいに変わってしまったったらね、元気ただ楽しければいい、そうじゃない、いろいろ考えなきゃいけないよねっていうことを大作家の先生、大作、まあ、エロチカっていうね、ところの川村先生ですけどからおそろいました。昨日の話です。今日は元気にやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。定番ですが、いつもやってる曲です。G 戦場のアリア、今日は新しいピアニスト、素晴らしいお伺いしてます。後でご紹介しますか。はい、紹介しようか。山岸翔子さん。世界的に。僕はアメリカ行ったことないですけどね、ヨーロッパ行ったことない。そして、バイオリンもうずっと一緒に40年、断絶があったから。40年じゃない。長い。岩田手まり。行きます。今日は、遠く越谷から来てくれました渋健吾と渋谷圭一どうも。で中野芸能小劇場の人気を博しております渡辺拓海またリハーサルの会に一緒に会いに来てお食事しました関係ないですね。では次戦のラインをお送りしましょう。
バッハの癒されていますね、このボサノバっていうですね、あのラテンのリズムになってるわけで、ブラジルのリズムになってるわけですけど、あの本当にバッハ癒されるなというふうに思います。バッハさんに言わせると、自分ぐらい、まあね、苦労すればこのぐらいの曲は誰でも書けるよとその分どうに苦労されたんだかね、王さんが亡くしたりね、いっぱいたくさんいたり、それから権力争いっていうんですかね、その宮長、宮長じゃない、官長、官というんですけど、その教会の頭越えボスになるの、ね、音楽監督になるのが大変だったらしいですね。まあそんなことで、どの世界でも苦労された方がかみ合わないなっていうふうに思ったりもします。それでは、今日の、メインタイトルの一つであります、中野にオペラ村が落ちてきたのは、その大正時代ですね、大正の自由主義というか、まあ、ちょっとそういう時代ですね、大正ロマンか、なんか昭和ロマンというそうですね、大正あの震災があったりね、いろいろその後なんか立ち上がってきますからね、その面白い時代だったのかなというふうに思います。それを送らせていただきます。今日語っていただけるのはですね、新進系の素晴らしい女優さんです、小山麻衣子さん、よろしくお願いします。Thank you.
男前で立派な声で、ありゃカルーソの末尾だな。なんだお前、ずいぶん学があるね。カルーソなんて知ってるんだ。女もよかったな。芸術座の松井須磨子もびっくりだ。原始女性は太陽であったなんて平塚らいてう先生も言われたが、日本はアマテラスの時代からご維新の時まで、あの伊藤博文さんだって女性に頭が上がらない。その女どもをたぶらかすのが男前のテノールっていうわけさ。わっかるかい？Oh.
サーネが登場。オペラ小屋を建てるなと、町人ごときが出しゃばりおって、人には生まれながらにして分相差別区別があるもんだ。金持ちは金持ち、貧乏人は貧乏人、身分制度が終わっても貴族は貴族、士族は士族、町人や商人は一番下の身分なんだ。小学校の先生にも困った人がいるんだ。中野小学校の常八校長なんかはそのいい例だ。みんな弁当を持ってきているのに、持ってこられない貧乏人に炊き出しの給食とやらを分けてあげているのだ。全くけしからん。貧乏人を突き上がらせてるだけじゃねえか。朝鮮人やブラック民まで平等に扱うなんて
全く許せんことだ。貧乏人は俺とお前は枯れすぎ、花の咲かない枯れすぎなどと歌っていればいいんだ。常八先生は言う。全ての子供の可能性をもっともっと引き出してあげたいんだ。辛い時、悲しい時、月の光、星の瞬きを見つめてごらん。誰かがどこかで君のことをきっと応援してくれているよ。大きな声で思い切り歌ってごらん。君じゃなきゃできない夢が空いっぱいに広がるはずだよ。最後まで命の輝きを。
Oh!
こんな時に起こったのが歴史をひっくり返した関東大震災である。大正12年9月1日10時58分のお昼時、相模湾沖を震源として関東一帯の死者行方不明者106,000人、浅草のオペラ小屋も倒れ高層12階も傾いた。町は崩れ全ては廃墟を犯した。文豪高山貯牛は枯れすすきの歌とともに天災がやってきたと嘆いた。中野村は下町ほどではなかったが、家庭から出た火が燃え上がり青梅街道の多くが火の海となった。横浜などでは火災の原因を他国の人になすりつけ、戒厳令のもと虐殺や臨時殺人が行われた。廃墟に残った人々、しかし猫八も熊吉も虎蔵も爪吉先生も負けなかった。日頃よく付き合っていた人たちが普段拠点にしていた茶屋や商家、広場や学校を燃え上がる火から体を張って守ったのだ。一面の焼け野原の中で残った食材や物資を集め焚き火が始まった。
して山岸翔子。じゃあ紹介でクラシックで、そして素晴らしい歌、誰だこれなんて、ゆこにゃんになるんだって、ゆうしょうになって、じゃあ違う、エスコさん、間違えた、つやこさん、次回来ていただくときはそのまま行くと100円割引しますっていう一約束ですけど、というのもあってあります。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。しっかり休憩しておいてください。よろしくお願いいたします。
Thank you.